あれ、あんなところに亮と咲だぜ。先に行ったと思ったら、あんなところで寄り道してたのか。それより、あの女の子は誰かしら。よいか、よろしいかな。この落石事故は獣神様のたたりなのじゃ。たたりって今どき？くだらねえ。そう、無遠慮で態度の悪いよそ者たちが来て山を荒らし、獣神様はお怒りじゃ。この神聖なる山は獣神様を祀った社のある獣聖域。おいそれと足を踏み入れてよい場所ではありませんのじゃ。何が獣聖域だよバカバカしい。大方わけのわかんねえ石とか木彫りの熊みてえなの拝んでるだけだろ、田舎もんが。亮ったら、ちっちゃい女の子には強気に出ちゃって。ばっちげえよ。げ、田舎もんって失礼だな。この辺りにはね、ちゃんと立派なお社があるの。新しく建てられたまがいものじゃなくて、地元の人しか知らない由緒ある本物の神社がね。神社って普通は古事記に載ってるような神様が祀ってあるんじゃないの？それかお稲荷様とか、そんなのかな。違う違う、地元の人しか知らないような不思議な獣の神様なの。うちもさ、こっち来てから初めて知ったんだよ。見たこともないような神様でさ。んなもん本当にあるのか。あります、あります。ともねえ、あなたのお名前は。ミュ。お姉ちゃんは。私はさっき。それでこっちの態度悪いのがリョウ。ねえねえミュちゃん、その地元の人しか知らない神社案内してくれるかな。え、そりゃいいけど。なんだ、物好きだな。そんなもんあるわけねえだろ。あるって。だってほら、見学の予定なくなっちゃったし、暇だしさ。戻ってもどうせ穴埋めの教材学習でしょ。リョウだってあれ苦手じゃない。リョウもさ、ついでに見に行かない。くだらねえな。くだらなくなんてない。そうかいそうかい。おいガキ、みゆだったらそこ案内しなよ。嘘だったら承知しねえぞ。史跡の代わりの校外学習になるわけもないでしょうに、サキさんったら。いや、そういう殊勝な目的じゃないと思いますよ。だいたい何の神社かもわからないのよ。勝手に行っていいわけないわ。わからないの？少なくとも地図には載ってないわね。本当に地元の人しか知らない神社なのか、それともあの子の作り話なのか。なあタクマ、どうする？面白そうだな。サキたちについて行っていいかな。そうそう、俺もそう思ってた。おい、そこの女の子。ち、うっぜーのが来やがって。獣神様の神社、面白そうだね。俺たちもついてっていい？いいよ、人数多い方が楽しいし。ありがとう、よろしくね。こちらこそよろしく。つうか何こっちの話立ち聞きしてんだよ。
お前らは仲良しグループで真面目に課外学習をやってろよ。さあ、行くぞミユ。まあまあ、そう言わないで。もう、リョウったらめんどくさい性格してんだから。ごめんね、ミノル、タクマ、アオイちゃん。ねえ、待ってよリョウ、ミユちゃん。ああ、行っちゃった。とにかく僕たちは次にどこに行けばいいか誰かの指示があるまで待とう。それかこのまま校舎まで引き返すか。それはそれで面倒なんだけどな。それよりも何があるかわからないし、やっぱりサキさんたちを追いかけないと。そうだね、後を追いかけよう。なんだか暗くて薄気味悪いトンネルだな。ああ、それに、なんだかここだけ気温が低いような。背筋が震えるっていうか。ちょっと、変なこと言うのはやめて。まさか、心霊スポット的なあれだったり。やめてってば。そんなことより、二人を探さないとでしょ。サキさんたち、いないわね。おーい。あ、誰か来たぞ。あら、シュウジさん。ダメじゃないか、みんなとはぐれてしまっては。土砂崩れで研修先に行けないトラブルがあったのに。すんません、でもサキとリョウがこの先に行ったみたいで。まっ、リョウ君も年長者としての自覚を持ってほしいものだ。名簿にサキ君たちの電話番号があったはずだから、とりあえずかけてみるか。うん、にしてもさ、あの女の子が言ってた獣神ってどんなんだろうな。さあ、多分何かの動物なんだろうけど。もうミノルくんたら、今日行く予定だった史跡の説明聞いてなかったの？この地方に伝わる獣の姿をした神様だって教えてもらったじゃない。あの子は他では見たことないって言っていたから、きっとこの土地の珍しい動物なんじゃないかしら。それが神様になってたたりを起こしてんの？嘘だ、そんなのあるわけないじゃん。昔の人はわからないことを神様のせいにしたのよ。それでお供え物をしたりしてたたりを鎮めようとしたの。きっとその神社も今はほとんど人が来なくなっちゃって、地元のほんの一部の人だけが参拝に来るくらい。ま、そんなもんだよな。ダメだ、サキ君だけでなくリョウ君にも繋がらない。電波が届かないようだ。そっか、こんな山の中じゃ電波も届いてるか怪しいですもんね。君たち、確かにこっちの方向にリョウ君たちが行ったんだよね。間違いないですけど。この辺にはあいつらはいないようだな。神社はもっと先か。地図に載ってないからどこを探していいかわからないわ。仕方ない、とりあえずリョウ君、サキ君たちを拾って早く学校に戻ろう。このトンネルの先だね。よし、行こう。
じゃあ一緒に涼くんと咲くんを連れ戻そう。って言ってもどっちに行けばいいのか。ん？なあ、誰か近づいてきたぜ。すまないが、そこの君たち、確か俺はここら辺に住んでるもので、今妹を探しているんだが。妹さんを？ああ、あいついつもフラフラと勝手に出歩く癖があってな。妹はなんていうか小動物っぽいやつだ。人そんな女の子見なかったな。サキたちと一緒にいたミウってことはイメージがだいぶ違うしな。ミウ、今ミウって言ったか？おう言ったけど。ミウちゃんってあの子よね、猫耳みたいな帽子をかぶった小学生くらいの。ああ、そうだ、あったのか。俺たちが見た子はもっと頭のおかしい子だったよな。ちょっとミノルくん、失礼よ。いや、でもあれを人見知りとか守ってあげたいとかは違うだろう。お前らの評価なんてどうでもいい。それでミュウはどこに行ったんだ？ごめんなさい、実は私たちも人を探している途中なの。俺たちと一緒にキャンプに来てるやつとさっき神社に向かってってさ。それで俺たちはそいつらを連れ帰りに向かうところなんだ。そうか、またあいつが勝手に。どうもありがとう。あそこには入っちゃいけないって言われてたのに。俺はカイト、よかったら君たちと同行させてくれないか。目的は一緒のようだしな、いいぜ。それに神社の場所、実は俺たちよく知らないんだ。ああ、だったら俺が道案内しよう。ここで生まれ育ったわけじゃないにせよ、もう何年か住んでるからな。その神社の場所なら知っている、任せてくれ。俺はミノル、そんでこっちがタクマで、こっちが葵さん。僕は引率の修士、よろしく頼むよカイト君。ん？なあみんな、今って春だよ。決まってるだろ、今が春じゃなきゃいつが春だって言うんだよ。ならさ、北国でもないこの場所で春先に雪が降るものなのかな。何を言って。え、本当だわ、雪。季節外れのなんていうにはちょっと外れすぎだと思うんだよな。確かに。こっちじゃ先週も降ってたな。地元じゃ異常気象だって話してた。最近あちこちでそんなニュースを見かけるよな。おい、なんかすげえ吹雪いてきたんだけど。寒い。このままここにいては危険だな。僕が見てくるから、みんなは先に帰ってもらえないか。それよりすぐそこのトンネルに入りませんか。これじゃ校舎へ帰り着く前にどうにかなっちゃうかも。確かにそうね、室内じゃないけどこんな場所よりはずっとマシだと思います。それもそうだな。よし、みんなとりあえずトンネルに避難しよう。
サキたち、こんなとこ通って行ったのか。葵さん、大丈夫？顔色が…大丈夫。雪のせいかしら。ここ、外よりも寒いくらい。ミユの奴が一緒だったなら、気にせず進んだろうな。あいつは慣れてるから。暗くて足元も悪いから、慎重に進もう。本当に真っ暗だな。ほとんど前が見えないよ。でもこういうの、なんか探検みたいでワクワクしてこない？こら、遊びじゃないんだぞ。でも確かに、これじゃ危ないな。そうだ、カメラのライトを使えば。怖え！あ！もうやめてよミノルくん。いきなり大声出すなよ。こっちまで驚いたじゃないか。ごめん。でもこんなの見たらさ。これはしめ縄か。こんなところにどうして？もしかしたらここは神聖な場所として祀られているのかもしれない。そういえばさっきあそこには入っちゃいけないって言われてたと言っていたね。ああ、この村じゃたたりがあるとかって、子供たちが遊び半分で入らないように強く言い聞かされてるのさ。から風が。うわっ、やばいな。外はだいぶ吹雪いてきたみたいだ。三人も危ないんじゃないか。急いで神社に行って連れ戻さなきゃ。そうだね、急ごう。あれ、吹雪は？そんなに長いトンネルじゃないのに、どういうことかしら。ラッキー、すっかり呼んでるじゃん。というよりトンネルのこちら側は全然降ってなかったって様子よね。この花、なんかすごくない？森一面真っ赤だ。なんだっけ、図鑑で見たことある気が。これって彼岸花よね、確か。そうだそうだ、それだ。でも彼岸花って確か春じゃなくて。そう、秋に咲く花。どういうこと？